アントン・ブルックナーの公共曲第8番派短調は、ブルックナーの作曲した10曲目の公共曲である。演奏時間が80分を超えることも、ある長大な曲で、高キロマン派音楽の代表作の一つに挙げられる。ブルックナーはこの公共曲以降、ベートーベンの公共曲第9番と同様の第2、楽章に、スケルツォ、第3楽章に、感情楽章を置く楽章配置を採用するようになる。 作曲が開始されたのは1884年7月で公共曲第7番の初演準備をしていた期間である。第8番は作曲が進められ1887年月に完成する。ブルックナーは指揮者ヘルマン・レビに公共曲の完成を報告した。手紙で第8番の完成を私の芸術上の父レビに報告したいと述べられている。 レビがブルックナーからこれほどの敬愛を受けるようになったのは第7番のミュンヘン初演を成功させ、この作品をバイエルン国王ルートビヒ2世に検定するというブルックナーの希望を実現させたためだった。レビは第8番にも関心を示した。しかし送られてきた送付を見てレビは演奏不可能だと感じ、ブルックナーの弟子のフランツシャルクを通じてその旨を返事した。 ブルックナーはひどく落胆したが、第8番の全面改定を決意する。まず1889年3月4日から5月8日にかけて、第3楽章が改定され、続いて、第4楽章の改定が、年7月31日まで行われ、さらに第2楽章スケルツォが改定され、そして第1楽章、1890年3月10日に改定は終了した。これが、 1890年、第2項であり、現在の演奏はほとんどこの項を採用している。なおブルックナーは、同時期に、公共曲第4番、第3番の改訂も行っている。この時点で、第9番の作曲もある程度まで進められていたのだが、この晩年の改訂期のために中断を余儀なくされた。なお、1887年、第1項では、 第3楽章までは2巻編成で書かれ、第4楽章で初めて3巻編成となる。その他3番フルートが、第3.4楽章で、ピッコロに持ち帰る。アレグロモデラート破綻帳。2分の2拍子。3つの主題を持つ、ソナタ形式。弦楽器の取れ物で始まり、低減に重苦しく、悲劇的な第1主題が現れる。第1主題のリズム、同期は全曲を支配する。 短い計画により直ちに曲は静まるが、突然のチュッティにより、主題が確保される。計画ではさらに緊張感を増して、頂点を作り、第一主題部分を終える。第二主題は、都長長、楽譜にもブライトウントマーキックという発想がある、序情的な主題である。この主題も転調を繰り返す。応覚への経過があり、第三主題は変歩短調。 弦楽器のピッツェカートを伴奏に、感覚器で示される。せわしない動きの後に、強烈な加工音景が登場する不気味なものである。定時部は124小説からの変歩調調の、壮麗な善合奏により終わる。定時部では主張であるはずの破綻調の要素は少なく、調整的に、不安定である。展開部は、第二十八小節から始まり、第一主題が模倣され、 1> 第1主題、第2主題が下向きに反転された形で展開されるが、ここは短い。反転された第2主題のブルックナー・ゼクエンツを繰り返した後、第225小説で2つの主題を重ねた、激しく不協和な FFF に達する。長めの計画があり、再現部は第291小説から第1主題が登場するがかなり変形され短い。第二主題と、 第3主題は型通りに再現される。第369小説で第1楽章のクライマックスが訪れ、金管楽器群によって波音が繰り返される。ブルックナー自身はこの信号のような競争を死の予告と説明した。それが静まり、第393小説から第1主題が消えるような形で第1楽章を締めくくる。ブルックナー自身は、 PPP のコーダを諦めと説明した。なお、第一コーダはこの後に第一主題を、トゥッティで、波長調にて演奏し、力強く、楽章を締めくくる。スケルツォ、アレグロモデラーと波短調4分の3拍子、ABA の三部形式。スケルツォ主部とトリオも、それぞれ三部形式を取るため、このスケルツォ楽章は、複合三部形式となる。 遅めのスケルツ主部の主要主題を、ブルックナーはドイツの野人と説明した。この架空のキャラクターを通して、ブルックナーはこのスケルツォ学賞について多くの説明を試みている。野人とは、鈍重な田舎者の意味合いが込められたものと言われている。ホルンの短い導入に導かれてゲンが主要主題を、そうする。長い計画と主要主題を扱い、曲は大きく発展し頂点に達する。 第2部ははじめに、ティンパニーが弱音で、断続的に響く中、主要主題を扱う。やがてこれが、弦や木管に受け継がれていく。冒頭のホルムの導入が顔を出すと、曲は第3部へ入る。第3部は、第1部がほぼ繰り返される。トリオは変異蝶々、4分の2秒子に変わり、ラングザームの演奏標語がある。ブルックナーによれば、このトリオは、 野人が田舎を夢見るとなっている。このトリオは他のブルックナーの公共曲のトリオと比べると長大である。トリオの第45小説から始まる中間部の最後第57小説第60小説にある低言の旋律は野人の祈りを指しているという。このトリオは1887年第1校から1890年第2校への改訂過程で、 大幅に書き直されたものである。1887年、第1項ではハープが使用されていない。トリオ終了後は、スケルソシ部ブダカーポし第2楽章を締めくくる。アダーチョ、ファイアーリヒラングザーム、ドクニヒトシュレパント編に蝶々、4分の4拍、ファイアーリヒラングザーム、ドクニヒトシュレパント。ABABA コーダの五部形式。 どちらの主題も二つの要素から構成され、より細かく、A1.2B1.2A1B1.2A1.2 項だと図示できる。特に三番目の A の部分はちょである。弦の刻みの短い導入に乗って第一主題の A1 の使用旋律が第一バイオリンによって提示される。シューベルトのサスライビトの主題を引用している。この主要旋律が繰り返されると異調となり、 手話音の構成音、イ、エーハホを上行する音形が、特徴的な動機が現れて盛り上がった後、3小節の低音源の悲劇的な旋律の計画を経て、第21小節から変と長調で、A2 の要素が登場する。やがて第25小節からは、ハープも加わり、上行型のアルペッチョを奏でる。二つの主題要素がもう一回繰り返され確保されるが、a 一。 A2 のプロセスは短縮されている。第47小説から、補聴調,調で始まる、B1 の主題に入る。B1 の主題はチェロで2回繰り返され、第67小説から、B2 の主題は、ワグナー・チューバによって演奏される。B1 の主題が展開されたものが、音階上を上行し、金管が加わってファンファーレ風の旋律を吹く。 再び B1 の主題の変形されたものが木管で奏でられる。弦による短い計画が演奏された後、第81小節で一時的に4分の3拍子に変わり A1 の主要旋律が木管楽器群により変度単調で演奏されて音楽は次の部分へと移行する。第1主題の再現は第95小節から始まる。劇的な転調へと続き、 ハープを伴う A2 の要素は登場しない。ここは短く、第129小説から、副次主題の再現に移るが、ポコ、A ポコアクセルの速度標語があり、調整を多少変える形で、二つの主題要素 B1、B2 は前とほとんど同じ形で再現される。これが静まると、バイオリンとビオラによるピツカートをバックにした、舞曲風の計画を演奏する。 踊りが消えるように途絶えると、ピツカートのみとなり、すぐに次の部分へと移行する。第1項では、B 部分の再現時、定時段階の構造により近くなる。第1主題の2回目の再現は、第185小説から始まり、楽譜は8分の12秒子の寄付に変わる。ここにも、A テンポの速度指示があり、終始、減楽の6連を音符に支えられて進行する。 やがてここまで沈黙を続けていたティンパにも加わって、第205小説で A1 の冒頭を変路単調で競争する。この時点で、言語部はバックグラウンドの6連音符を担当し、他の楽器によるトゥッティが主題を奏でる。最初の部分で、異常調で登場していた蝶三和音の構成音の上高を特徴とする動機は変異常調で現れる。 1> 第1項とハース版では、第1主題主要部の競争と、長三和音の構成音を上行する同期との間に、穏やかな計画があるが、これはハースが第1項から、カットされた部分を採用した結果である。続いて頂点に至る、長い計画へ入り、言語部だけによる、静かな経過部分となる。間もなく金管が加わり、突然の休止により途切れる。 流れを再開し、木管の短いパッセージの後にホルンを中心とした旋律による計画となる。この旋律が光源に移り明るさを増す。金管のファンファーレ風旋律を経て頂点部分に達する。頂点部分は第239小説でシンバルの一打とトライアングルのトレモロ、ハープのアルペッチョを伴った FFF の変歩調調の46の和音の後、 長三和音の構成音の上高を特徴とする動機を変歩調調で演奏し、クライマックスを迎える。ここには、エトワス・ベウェクターの指示があり、243小節の変波調調の和音で2度目のシンバルが打たれる。の、計6回叩かれる。3小節の計画を経て、A2 の部分も再現する。ハープがフェルマータで止まった後、 第259小説からコーダに入る。コーダはこの楽章の主張である変異町調々に回帰し、B1 の前半部分を出ソして始まる。ここではホルンが音楽を主導し、弦が応答しながら、全体的には穏やかに進むが、途中に小さな盛り上がりもある。再び穏やかな曲調に戻って、消えるように楽章を終える。フィナーレ、ファイアーリヒ、ニヒトシュネル波短調。 二分の二拍子。ソナタ形式。言語部が前、宇宙付きの四分音符を連打する中から、第一主題が、金管のコラールと、トランペットのファンファーレで奏でられる。コラールのようなこの第一主題は、ブルックナー自身によれば、オルミュッズにおける皇帝陛下とツアーリの会見を描いたものであり、弦楽器は、コサックの新軍、金管楽器は、軍楽隊、トランペットは、 皇帝陛下とツァールが会見する時のファンファーレを示す。休止が置かれ、弦楽器を主体とする第二主題が変異長調,調で始まる。その途中から、公共曲第七番で用いられたモチーフが取り入れられる。やがて木管のパッセージが吹かれ、行進曲風にティンパニーの連打が行われ、第三主題を導く。第三主題は変歩団長の行進曲風の楽奏で、 この主題には、二比と下分ンという標語もある。第三主題が休止で中断すると、159小説から、補聴調のコラールが入る。すぐに第一主題の荒々しい行進曲、死の行進が入る。ハース版ではこの後に計画が来る。この計画は、第一項に由来するものである。このご展開部に入るが、ほとんど、第三主題と第一主題の交代で進む。 最初は、現にて、第3主題が扱われ、ついで第1主題がコラール風に扱われる。徐々に、曲は、悲劇性を増して、金管の競争によるクライマックスを迎える。第1主題による、長い展開の後、曲調が明るくなると再現部となる。再現部は、第437小説から始まり、しばらくは、計画的な音楽が続く。冒頭の前、 うちうつ付きの4分音符が現れて曲の勢いが増すとコラールとファンファーレが遊走に回帰する第二主題の再現は第547小説から出方通りだが若干短縮されているハース版ではに工作成時にカットされた部分が挿入され異なる印象を与えるまたハース版でのこの学説には公共曲 第2番の第1楽章提示部の集結からの引用が見られる。第3主題が破綻調で再現される。これは短く、すぐに第1楽章の第1主題が第617小節から全合奏で再現される。再び第3主題のリズムと交代し、フルートが短い計画を奏でると、金管に公共曲第3番の第1主題の断片が現れ、 木管が第一主題の断片を吹きティンパニーがこうする。これに金管も加わり、第一主題のリズムがはっきりするとトランペットが第一主題を吹き、コーダへと移行する。コーダは第647小説から始まる。第一、第二バイオリンが上昇音系を始め、テノールチューバが早朝差を強める。まず最初に、 第679小説からホルンによって、第2楽章のスケルト主題が戻ってくる。やがて波長長で、全4楽章の4つの主題の恩恵が重ね合わされる。第1楽章の主題は、ファゴット、第3、第4ホルン、トロンボーン、ビオラ、コントラバス、バスチューバが、第2楽章の主題は、フルートクラリネット、第1トランペット、第3音楽章の主題は、バイオリンと第1、 第2ホルンが、そして第4楽章の主題要素は、第1楽章のものと折り合わされて、全曲を力強く締めくくる。これが、闇に対する、光の完全な勝利と称賛されるゆえんである。作曲者自身による、作曲、改訂の経緯から見ると、この曲はまず1887年に完成され、後1890年に改訂された。 前者を1887年版、または第一項、後者を1890年版、または第二項と称する。それとは別に、出版の経緯から見ると、次のようになる。まず1892年、第二項をもとに、ブルックナーの弟子であったヨーゼフ・シャルクが手を入れたものが、出版された。これは、初版、または改訂版と称される。 次に1939年、ローベルト・ハースによる第一次全集が出版された。ハース版は出版当初は単に原点版とも称されることもあった。その後、レオポルト・ノバークによる第二次全集として、第二項に基づく版、さらに第一項に基づく版が出版された。ハース版は第二項をもとにして肯定された楽譜であるが、ノバーク版。 第2項と比べると、第3学章、第4学章では多くの相違点がある。第3学章では1箇所の相違があり、ハース版は他のものより10小節長い。第4学章は問題が複雑になり5つの相違がある。これらはブルックナーの実質学譜で第1項から第2項に改定する際に罰で消された箇所である。 ハースはこれらの部分をほとんど復活させたものだが、一方ノバークは、バツで消された部分をすべてカットした。ノバークは、ハースの肯定態度を、複数の項を設置するものであると、強く批判した。ノバーク版とハース版のいくつかの相違を挙げると、例えば第四楽章の練習番号を王に当たる、部分が、ノバーク版、第一項とハース版では20小節あり、13から16。 小説目に、バイオリンのソロがあるが、ノバー,アーク版、第2項では O は4小説しかなく、いわゆる、カットして、のりしろをつなげた全く別のものに置き換わっている。すなわち、それまでのティンパニの B2F2B2F3 を、ピアニッシモにして、もう4小節分繰り返し、2、3小節目に、弦楽器のピズ、が入る。練習番号 O では、ノバー,アーク版、 1> 第1項は18小節で、11小節目に、オーボイがドシシと4分音符で締めくくった後、ゲネラルパウゼスルがフェルマータでは伸ばさず白通りに、2分音符で、ミレレと同じモチーフを、ターン3度上に異常し音化を2倍にして繰り返し、ティンパニの G のロールに、弦のピズ、で、d 5 G5 の音程で、練習番号ピアニッシモにつながる。ノバーク版、第2項は16小節で、 11小節目に、オーボイガードシシオ2分音符で伸ばして、ゲネラルパウゼをフェルマータで伸ばし、ティンパニの G のロールだけで、ピアニッシモにつながる。ハース版はそのどちらでもなく、全18小節だがその内容は、ノバー,アーク版、第1コートも、第2コートも違い、11小節目からのオーボエは、フルートというニゾンかつ出だしはそれらの楽器のソロで、シーラシドレミレレと動く。 ゲネラルパウゼはなく、またティンパニの G のロールに、弦のピズが加わるが音程は G4、G5 である。ノバーク版第1項とノバーク版第2項を比較すると、全学章で多数の相違がある。第1学章は、第2項は単調のまま静かに終わるが、第1項には第1主題に基づく蝶調のフォルティッシモのコーダがあり、明るく力強く締めくくられる。 第2項では削除された計画やオーケストレーションなどの相違も多い。全曲の最後は、ノバーク版第2項では、ティンパニのシーロールを除く、全楽器ユニゾンで、ソーミレドと締めくくり、特に最後の3音ミレドが、リテヌートで引き伸ばされるのが大変印象的であるが、ノバーク版第1項ではいくつかの楽器が和音の補足を伴うため、全楽器ユニゾンに比べて、 随分違う印象で終わる。なお、第一楽章で、ノバーク版、第一項では139から143、小説にトランペットが重なっており、このトランペットは、第二項では採用されていないが、初版では、採用されている。これをもって、初版に高い正当性を乱す見解を示す意見も、ある。ハース版出版以前は、もっぱら初版が演奏に用いられた。 ハース版出版後しばらくは、ハース版が演奏の主流であったが、現在では、ノバーク版第2項の使用頻度が高い。ハース版に対するノバークの否定的見解も、その一因と思われる。ただし、朝日奈隆やキュンターバントをはじめ、音楽的な内容から、ハース版を支持する演奏者も、少なくない。第1項はめったに演奏されないが、これを録音した指揮者には、 エリア・フインバル、ゲオルク・ティントナー、ウラジミール・フェドセエフ、デニス・ラッセル・デイビス、シモネ・ネアング、ケント・ナガノなどがいる。なお、第3楽章については、以上の番のほか、第1項、第2項の間の時期に書かれたと思われる、以降が存在する。これは1999年になって初めてその、存在が発見されたものである。現時点で、 国際ブルックナー協会からの出版には至っていないが一部のオンラインサイト上でスコアが紹介されている。また、初演のライブ演奏 CD が残されている。なお、この CD では第三楽章以外は1890年頃で演奏されている。これらの他に指揮者、作曲家のセルゲイ・クーセビツキーが独自のカットや変更などを施して改訂した版があり、 自身の指揮による演奏が録音で残されている。この版では全曲で50分程度と非常に短くなっている。演奏時間は演奏や項、版により差がある。いくつかの演奏実例をもとに演奏にかかる時間は概ね以下のものが平均的である。全楽章を通してノバーク版の第1項が約90分で第2項が約82分と紹介する例もある。 ここでは国際ブルックナー協会の最新の出版カタログから掲載した。なお、ハースバンスコアには約78分と明記されている。指揮者によっては演奏時間が80分を超えてしまい、CD では2枚組にされることも少なくない。これらに全く当てはまらない極端に短い演奏と長い演奏もある。短い例ではセルゲイ・クルセビツキーが独自に改定。 演奏したものが全曲で約51分。長い例では晩年のセルジュ・チェリビダッケが全曲を約100分かけて演奏していた。金子賢治、こだわり派のための名曲徹底分析、ブルックナーの公共曲音楽の友者、1994年、ISBN4 から276130719、27 2021ページ。ありがとうございます。